今日は神宮寺歌についてジャニーさんが話すみたい。私は富澤商店に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっと歌ちの話を聞いてほしいんだけど。いいよ。平野翔と神宮寺歌が同じユニットグループで活動しないことが明らかになったわね。あの二人は仲が良くなかったもんね。そうなの？私からは仲が良いように見えたけどね。ビジネスパートナーとしては合わないよ。そうなの？平野を絶対的に前に出した方がいいのに、神宮寺は分かってないんだよね。自分の方が勝ってるって思っちゃうんでしょうね。今回もそれで平野と話し合いがあったんでしょ？そこで平野は正直に言ったのよ。ユータはプロデューサー気質だよねって。それだけで神宮寺は気づいたの？気づくわけないじゃない。平野が説明したに決まってるじゃない。なんて言ったの？キンプリで学んだことを次の世代につなげていこう。表に出るにはちょっと地味だよね。とか。結構言っちゃったね。そこまで言われても理解できない神宮寺にみんな唖然としちゃったわ。だろうね。神宮寺はプロデューサーになれば好きな時に女を抱いて好きな車に乗れると思って納得したんだよ。典型的にダメなプロデューサーになりそうだね。根本を間違うととんでもない方向に行っちゃうわね。近くにいい反面教師がいるのにね。Thank you.